エンギンテレガイドアンチチャーの頭文字に由来する。アメリカ軍での形式は MGM-32A。1950年代初頭に開発され、フランス陸軍には1957年に配備された。1974年の生産終了までに、およそ14万発が製造された。ミサイルは、一斗缶のような単純な構造の金属の箱状の発射器から出され、 これは操作機に接続される。一つの操作機で最大10機の発射機を制御できる。いてはジョイスティックにより手動でミサイルを誘導する。弾道の補正はミサイルの後部と発射機をつなぐ2本のワイヤーを通して行われる手動誘導方式である。他の第一世代の対戦車ミサイルと同じように射程が短く飛行速度が遅いのはいてのコントロールを容易にするためである。 このミサイルの開発はフランスの政府機関であるデタットによって行われ、ノール・アビー・アシオンが生産を行った。インタクは個人抵抗ミサイルとして設計されている。アメリカ陸軍はフランス製ミサイル SS-10 の後継機としてインタクを購入した。1963年から配備が始まり、MGM-32A の形式番号が与えられた。アメリカ軍では 主に M151 に謝罪して運用された。1968年から1969年までに段階的に退役し、BGM-71 等が採用された。これはベトナム戦争でも運用されている。ありがとうございます。